全くその一人の人に何枚も買ってもらうとかそれなりの資金に指摘する人が参加しているという認識でございます。佐伯武史君。ただ法律は法律ですので、先生は先ほど前そのこの前の答弁で知っていたとおっしゃいましたよね。150万円が上限であることで、それを超えて受け取るということは知りながら受け取ったということで、これは違反要件が満たされてしまうんですけれども、そのこといくらじゃあ100人来たからといっても150万円までしか受け取れないということは知っていらっしゃったわけですから、それをこう超えて受け取るというのは非常に私は危うい答弁ではないかなと思うんですけど。桜田大臣。今回政治資金規正法に基づく規定に違反しなかったかどうか確認が十分でなかったのが原因であり、意図的に法の違反を行ったものではありません。絶対にそんなことはありません。なお今回の事案を受け、過去の収支報告を改めて確認しましたが、法律の上限を超えた支払いを受けた事例はなかったと認識しております。佐伯武史君。報道によりますと、これは毎日新聞の記事なんですが、事務所の坂田先生の事務所の職員がですね、上限があるのは認識していたが担当者が忙しくてそのまま受け取ってしまった。で、これ各種の取材に対しても、先生の事務所の職員の方は上限を認識していたというふうにはっきりとお答えになっているんですね。で、先生も上限は認識していたというお答えになっている。これはやはり事務所側も先生も法律を知りながら受け取ったとしか受け取られないと思うんですが、いかがですか。桜田大臣。政治資金については、これまでの事務所でしっかり、チェックを行う徹底を図ってきたところでありますが、収支報告の提出にあたっては、税理士の方にもご確認をしていただいたところでございます。しかしながら今回、政治資金規正法に基づく規定に違反していないかどうかについて、確認が十分でなかったため、結果として法律の定める上限を超える金額を求める結果となったことは深くお詫び申し上げたいと思います。今回の問題を受け、法令遵守の徹底を図るため、事務